楽映画、まあね、結構好きなドキュメンタリーも含めるといっぱいあるんですけど、やっぱりなんかこう家族揃って笑いたい時に見たい映画はブルースブラザーズですね。はい、これまあもともとのブルースブラザーズも好きだし、2000年にもう一回リバイバルで作られたエリカ・バドゥとかが出てる本もすっごい面白くて、どっちもすごいクオリティが高いんですけど、やっぱり音楽のね、アレサ・フランクリンからレイ・チャールズまでもういろんな神様が出てくるので、すごくこう音楽ファンにとってはすごい、私も大好きな映画です。2本目はですね、ニーナ・シモンという、まあ、シンガーとかアーティストがいるんですけど、彼女のドキュメンタリー映画があるんですが、これがねまたね娘が出てきて、娘がこう、まあ、お母さんのことを語ったりするんですけど、ニーナ・シモンってすごい謎に包まれた、なんかインタビューとかも、まあ、あるんですけど、結構こう不思議なアーティストなんですよね、まあ、楽曲作りも含めてライブもなんかもう唯一無二なアーティストで、まあ、本当にアメリカの音楽家もそうだし、まあ、ジャズの人にもすごい影響を与えたアーティストで、あ、こんな暗闇というかね、こう闇の部分もあったんだっていうところをすごい知れるドキュメンタリー映画があるんですけど、すごくいい、はい、ドキュメンタリーでした。でもう一本は、イエスタデーという、まあ、映画で、結構私映画館で見たんですけど、あれ面白かったですね。一人で大笑い、一人で見に行って一人でなんかクスクス笑いながら帰ってきましたけど、ビートルズの曲をもし世の中の人が誰も知らなかったらっていう、なんかちょっとこう事故にあってそういう世界に行って、自分がイエスタデーを歌ったらすっごいいい曲じゃんみたいな、ずっと売れないミュージシャンなのにめっちゃいい曲書いたねってその主人公が言われるみたいなね。音楽は死んでたんじゃないですか。やっぱビートルズあってのね、この音楽界のなんていうか業績もそうだし、彼らが残したこのヒストリーっていうのはすごい、ポップミュージックにおいて、まあロックだけじゃなくて本当に偉大なものだったと思うので、もしいなかったらね、つまんなかったでしょうね。はい、こんな風に思います。まあぜひちょっと皆さん見てほしいんですけど、エド・シーランとかも出てきたりして、はい、すごく面白いいい映画でした。はい、やっぱ天使にラブソングですかね。まあ1も2もどっちも好きで、2は特にやっぱローリー・ヒル の彼女が16、17歳の時にもうあそこでブワーッと異彩を放って、あの後にねフージーズでデビューしたんですけど、あの高校生にすっごい憧れてました。ああいう学校に行きたいみたいな、なんかねこうシスターたちとこう揉みくちゃしながらなんかコンサートやるみたいなね。だからちょっとこう自分の中で、まあ、安室さんとかもね憧れの存在だったみたいなんですけど、すっごい憧れて、なんかああいうルーズソックスとあのブレイズかっこいいなみたいな、はい、憧れが、ファッションも含めて音楽もありました、ね。音楽映画ってあるんですかね。でもあのカエルの王女様っていうねドラマをやらせていただいて、あれまさに本当に音楽 の話だったんですけど、ママさんコーラスグループの話で、まあ勉強になることはたくさんありましたね。テレビの世界のそのなんていうんですか、俳優さんの在り方とか、なんか上下関係を含めてね、なんかすごく勉強に、社会勉強になったっていうか、はい、すごく厳しいいい世界をたくさん見させていただいた経験になりました、ね。なので何か機会があればぜひお待ちしております。はい、いつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。いいね、シェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。